和族中国南部から東南アジア北部の山間部に分布するアウストロアジア語族門、クメール語派の少数民族、カンボジアのクメール人のように皮膚の色は黒い、竹で作った高い床住居に住み、男性は黒いターバンで頭を包む、自称、を、アワといい、近年まで首刈りの風習があった、20世紀初頭の和族のビルまでの描写、メコン川、 ミセ者サルウィンガワイ島の中国雲南省南部とミャンマー北部シャン州ラオス北部に約70万人が住む。1990年の調査では中国内に住居する和族は約35万人であった。中国内の分布は次の通り、和州連合軍の旗1949年、和族の居住地に流れ込んだ中国国民党軍が消しの栽培を始めたとされるが、後に ビルマ共産党にとって変わられた。中華人民共和国の強力な影響下の下和族はビルマ共産党の事実上の支配下で、消しの栽培に従事した。その後、インド系の上層部と和族、交換族を中心とする実力を担保する、下部組織とで内部対立が、深刻化、下部組織が実力行使で上層部を一斉逮捕、追放したことから1989年に、 東京三島はが解した。反乱後、下部組織は分裂し、その一派が和州連合軍を組織した。1996年、君佐の停戦合意に伴い門体軍が投降。武装解除し、和軍が最大の勢力となった。兵力は2万人を数え、パンカンに司令部を置き、その南の門法も根拠地である。また、1990年代にミャンマー大国境で、 活動していたヒビルマ共産党系の民兵組織和民族会議を九州合併したことから、またの支配地域に隣接する地域に、飛び地上に支配地域を保有する。この飛び地との連絡をめぐって、バッサと投降前のまた、そしてミャンマー国軍は激しく衝突した。BCP 同様、背後では中華人民共和国が影響力を行使していると考えられており、装備には、 中国製のものが多い。制服、製帽なども中国製、もしくは中国製のものを模倣した国産品を使用している。ワッサ同様、中国から支援を受けているとされる、カチン族のカチン独立軍や交換族の全国、ミャンマー民主同盟軍でも同様の傾向が見られるは旧西側製の装備が用いられている。最高司令官は、パオユーちゃん、指導者には、 君差の側近であったイ州官、イ州員らがいる。将兵の多くは和族だが、交換族やシャン族など、他の少数民族も参加している。なお、他の民兵組織同様、ミャンマー政府に帰属して生活している和族も存在する。同軍は和族及び和州の自治権確保を要求している。実際においても、1990年代後半に、金俊首相によって、 ミャンマー政府との停戦が実現後も武装解除は行われず、同軍の支配地域は実質的にバッサの自治が行われている。なお、現在のミャンマーの行政区分で和州と呼ばれる州は存在しないものの、支配地域はミャンマー政府公認の自治区域となっている。2012年1月、ミャンマー政府との和平に原則合意した。その一方で、武装解除や、 兵力削減には応じておらず、ミャンマー政府が発表した国境警備隊計画にも反対の姿勢を取った。現在、ミャンマー政府が新中路線を転換しつつあることから、中国からワシサに対する軍事援助が再び活発化している。その中には、PTL-02 自走式対戦車砲や -17、ヘリコプター等重装備の供与も含まれているという。また、 中国国内ではその将兵が中国人民解放軍から96式 122mm 榴弾砲や HJ-8 推薦車ミサイルを用いた軍事協連を受けたとも言われている。ありがとうございます。